著者力を高めるための著者活動第2弾、3つのチェックポイントで振り返ってもらいました。どうも、出版プロデューサーの西浦浩二です。こういった本のプロデュースを手掛けております。この動画は初心者の方から上級者の方まで著者力を高めるための著者活動を紹介していきます。今回その第2弾、ポジショニングの話をしていきます。著者活1本目の動画でですね、キーワードのピックアップをしていただきました。このキーワードというのは著者としての鍵になる言葉で、まあ、つまりは本の種とか企画の元ですよね。でとにかく前回に関しては数を出すことを意識してもらったので、中にはまあ企画として弱いものであったり、まあ、本にするには弱いネタ種もあるかなと思います。で今回これらを整理して、まあなたがこれから育てていくべきその企画の種を厳選していく方法を解説してまいります。この企画の種の厳選方法ですが、結論としては 1. やりたい方向性が思い浮かぶか、2. 自分の強みが活かせるか。この2つの条件を満たした上で、市場規模が成立するものを残すという方法を取ります。やりたい方向性が浮かぶっていうのは、つまりこういった内容のものを書きたいなっていうふうに自分の方向性がちゃんと思い浮かんで、しかもいくつかそのネタというか、こういうことを具体的に書こう、こういう内容にしようっていうのが思い浮かぶかどうかですね。やっぱりやってきてるとか強みがあるとはいえ、別に書きたくないなとか、書くべき内容がそんなにないなっていうものもあるかと思うので、それは本にならないじゃないですか。これは排除すると。二つ目の自分の強みというのは、もうこれはそのまんまなんですけれども、それを書く上で、自分の経験であったり、ポジションであったり、やってきたことっていうのはちゃんと強みになるのかと。他の人の差別化ですね。これに使えるのかっていうのをしっかり見ましょう。で、ここまでは自分できると思うんですけれども、三つ目がちょっと難しいところはあるかもしれません。市場規模ですね。市場規模が成立するかどうかっていうのは、まあ、要は本としての市場規模が成立するかどうかなので、ビジネスとしては OK なんだけど、本としては弱いっていうこともあります。まあ、だから基本的にはですね、本屋さんに行って類書がたくさんあるとか、棚でこう同じようなテーマの方がたくさん置かれているものは市場が大きいと思って、あんまり置いてないな、似てる本ないなとかですね、本屋の奥の方の棚に一冊入ってるだけだったみたいな状況だと、まあ人気ないんだなと思ってください。基本的には棚にコーナー名がない本っていうのは市場規模が小さいと思った方がいいかもしれません。でまたこれ抽象的な話してると分かんないと思うので、また前回出した西浦の例で見ていきたいと思います。一つ目の出版プロデュースについての本というのですけれども、まあ方向性として何か書きたいのがあるかというと、まあまあ例えばそのプロデュースっていうのは、まあ仲間作りとか座組をするってことなんだよっていう僕の考え方とか意見もあるし、まあ、企画書っていうのはみんなを夢中にさせるための夢の計画書みたいな考え方を僕は持ってるんですね。で、なんでそういうふうに考えてるかっていうと、結局はプロデュースしたものの成果というか結果って別に自分の実績というか自分のおかげじゃないんだよっていうふうに思うべきだなって、プロデューサーっていうのは、まあ、つまりプロデュースっていうのは自分の力でどうこうするってことではなくて、まあ、いろんな人の力を借りて、みんなで成功させたり、売れたりさせるプロジェクトのことだというふうに考えてるんですね。だからまあそのプロデュースの方向性みたいなところで書きたいことはあるから、まあこれはできそうだなと。強みとしてもですね、プロデューサーとして11年目かやってますし、4万部以上平均で売れてて、増刷率9割で、売れたもので言うと27万部もあるということで、出版プロデュースの本としては、まあ強みとしては十分成立するかなとは思うんですね。で、3つ目の市場規模がもう小さすぎます。もう本には向かないですね。本屋さん行ってぜひ出版プロデュースという棚があるかどうか見てください。全然ないです。まあ、要は本屋さんというのは本に興味がある人が集まる場所なので、本に関するジャンルについてはそもそも市場規模大きくなりやすい傾向にあるにもかかわらず、すごく少ないですよね。というかないですよね、本のプロデュースに関する本って。まあ、なので、市場規模は成立しません。本にしても売れません。なので、これは本の企画としては育てても多分意味がないので、僕はまあ、やらないということになりますよね。まあでも仮にじゃああなたが出版プロデューサー、まあ僕だったとしてでもこういう本を書きたいんだって強く思ってる場合は、抽象度を上げるっていうのを前回お話ししたんですが、それで一回考え直してみましょう。つまりプロデュースっていう視点もありましたよね。これでも多分ね、まだ小さいんですよ。プロデュースっていう棚ってあんまないですよね。組織管理だったりリーダーシップとかそういうものはあるとは思うんですけど、仕事術とかね、プロデュースっていう棚見たことないんですよ。僕もないし、多分あなたもないんじゃないかな。だからプロデュースでさえまだまだ小さいんですよ。もっと多くの読者に自分ごとかしてもらうための企画の切り口というのが必要になります。でじゃあ4つ目ぐらいに確かチームプロデュースっていう種もあったと思うんですけど、そもそもプロデュースの時点でまだ市場規模狭いって判断しているので、まあチームってむしろつけちゃってね、プロデュースとしては狭くなってますから、これは成立しないっていうのがわかりますよね。で、これを成立させたい場合は、まあ、例えばその対人関係の本っていうのは売れますから、対人関係をプロデュースするみたいな視点にすることができるんだったら、まあ、一つこれはあるかもしれないなと。
いうふうには思います。まあ、伝え方が9割みたいなことが言えればいいんでしょうけど、まあ、正直それでもし仮に成立できるのはありそうだなと思ったとしても、僕が書きたいって思えるほどの方向性をおそらく現時点では言えないんですよね。まあ、対人関係プロデュースなんて考えてませんから、正直言うと。あくまで対人関係は対人関係、プロデュースはプロデュースと分けているので、まあ、それを融合できるぐらい、まあ、それこそ僕がプロデューサーとして、あと10年とかやって、たらもうすべての物事をプロデューサー目線で考えてて、対人関係もプロデュースできるなとかってある時思いたり、それを実践するようになれば、その時は本として面白い日が来るかもしれませんけど、まあ、現時点でちょっと見えないですね。まあ、強みとしても活かせないし、やっぱ方向性が足りないってことです。まあ、ちょっと目線を変えて7つ目に取り上げていた本とか読書術に関する比較はどうだって考えてみましょう。これはまあその類書もいくつか出てますよね。だから一応本というパッケージの中においては市場規模はある程度一応あると考えていいと思います。確か読書をする人だけがたどり着く場所は10万部以上売れたはずなので、まあまあそれぐらいの規模はあるってことですよね。ではそのじゃあ僕の書きたい方向性ってあんのって言われた時に実はないんですよね。読書術に関して言うと。まあ、というのも、まあ、そもそもあんまり本の読み方を強制したりするのもされるのもあんま好きじゃないですし、まあまあ、例えば好みとして速読は好きじゃないっていうのがあるので、じゃあ速読じゃない本にしようってなると、もし速読以外の読書術がないんだったら、それを書こうかなって気になるかもしれないんですけど、まあ、スローリーディングとかたくさんありますからね、別に新しいこととか、なんか違ったことを言えるわけでもないなっていうのが正直なところなんですよ。まあ僕は現状その種類とか数よりも読んだ一冊から何を感じたのかとか考えたのかっていうその人が受け取った部分の方が大事だと思ってるので、なんなら冊数もあんまり関係ないっていうタイプなんですよね。なんですがそれは読書術という分にはちょっとこう曖昧と言いますかね、こうやって読めばそういう、じゃあ受け取り方がすごくこう敏感にというかね、多感に受け止められる読み方なんていうのがあるわけでもないので、まあなんか本として発信するにはまだ弱いし、まあプロデューサーというものが、まあまあプロなので一応、本のプロなので強みとして活かせるかもしれないので、やっぱり弱いですよね。まあせめてじゃあ、インスタグラムなりなり何なりでその自分の読書術の発信をして、それのフォロワーが何万人っているっていうぐらいの強みは作りたいですよね。というふうにまあこうやって考えていってですね、ご自分の書きたい方向性っていうのがちゃんと思い浮かぶかどうか、でそこに自分の強みが活かせるのかどうか、そしてそれらはちゃんと市場規模が成立するのか、これ順番まあ別にどれからでもいいので、ちゃんと3つが兼ね備えられているのかどうかを一回考えてみてください。でこの3つ全部兼ね備えられるものがなかったよっていう場合にどうしたらいいか、それを今から説明するので先にちょっとお知らせをさせてください。オンライン出版セミナーの受講者様募集中です。このセミナーでは本のベストセラーを目指す方向けに企画の考え方やマーケティングの基本的な話をしております。でまた受講者様すべての方とですね、2週間1対1の企画相談の時間を設けております。こんな企画を考えているんだけどどうでしょうかというのはね、ご相談からですね、もう例えば来月発売なんですけれどもこういう反則考えているんですが他にアイデアありませんかみたいな形ですね。ぜひぜひ反則のご相談もお寄せください。またオンラインじゃなくても対面で相談したい、ふわっとした相談じゃなくてですね、企画書を持ち込むのでぜひ見てほしいというような方はですね、対面相談のサービスも始めましたので、ぜひオンラインセミナー対面相談どちらも概要欄にリンク貼っておりますので合わせてご確認ください。さてではそのあなたのその企画の種をですね、3つのチェックポイントで振り返ってもらいました。1つ目は自分の書きたい方向性が見えていること、2つ目は自分の強みが伴っていること、3つ目が市場規模があること。1つ目のじゃあその自分の書きたい方向性が見えないっていう場合は、書きたい気持ちはあるけどなんかイメージがふわふわしてるなっていう場合に関しては類書研究をしてください。つまりすでに出ているものをチェックしてみて、それらについてですね、自分はそうは思わないなとか、ここは共感できるなっていうのをしっかり研究していきましょう。結局他の考え方をしっかり分析することで自分と何が違うか見えてくるので、最終的にはこういう本はなかったよね、だから私はこういう方向性で書きたいっていうものが見えてくるようになります。二つ目の強みが足りないっていう場合にやることも、これ二つなんですね。まず一つ目は現実世界での自分の強みを磨くことです。まあ、僕であれば例えば本だけじゃなくていろんなもののプロデュースをして、プロデューサーとしての厚みを増していくとか強みを増やしていくっていう方向であったり、逆にもちろん本のプロデューサーとしても日本の歴史に残るようなね、すごい本をプロデュースするとか、誰に聞いても知ってるようなすごい本をプロデュースするっていう方向も非常に強みになります。もう一つはやっぱりブログや SNS での情報発信ですね。フォロワーが何万人いますっていうのが強みの代用品になります。もちろんこの強みを磨くというか増やしていく場合には、先ほど言った一つ目の類書を研究するというものは非常に合わせて効果が出るものなので、類書研究もぜひ一緒にしてみてください。で、三つ目、市場規模が成立しない場合、これどうすればいいかっていうと、まあ、基本的には市場規模は
一個人が変えれるものではないですよね。だから、まあ、例えば時代が変わるのを待っていくと、新しい変化が起きていくので、例えば出版だって昔は健康とビジネスって掛け合わせても売れなかったんですけど、いつの間にか、なぜ一流の人は疲れないのかみたいに、疲れを取るとか疲れないっていう方向性で成立するようになったりしたので、時代が追いつくのを待つというか、はい、市場規模が変化するのを待つっていうのは一つ有効な方法にはなります。ただ、これだと受け身の方法なので、僕だったりやるのはやっぱり企画をしっかり練り直すってことですよね。つまり、市場規模が大きいところにずらすってことになります。例えば、僕の例で言うと、プロデュースっていうので考えてましたけど、プロデュースっていうのがね、その、棚として大きくなるのを待ってたらいつになるかわかんないので、例えば、プロデュースを仕事術だって考えたときに、じゃあ、プロデュースってどういう仕事術なんだろうって、こう、自分の中でどんどん企画を練っていたときにですね、例えば、一緒に成功する仕事術とも言えますよね。あるいは、他人の才能を引き出す方法というふうにも見えますよね。だから、今の仕事術とか、リーダーシップとか、チームマネジメントとかいうような、成立している場所の企画として立てれるかどうかっていうのを僕だったら考えます。これはまあプロデューサーとしての仕事になってくるんですが、これで結局は自分の書きたいことをより多くの人に届けられるというふうになります。はい、著者活動が2本目以上になります。いかがだったでしょうか？面白かった、役に立ったという方はですね、ぜひ高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。これからも出版に関する情報やノウハウを分かりやすく丁寧に解説していきますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。またコメントも随時募集しております。この動画に関することはもちろん、出版に関することであれば何でも大丈夫なので、ぜひぜひコメントをお寄せください。すべてお答えさせていただいております。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。